工程はね、やってほしいわね。とろみのついた鍋が本当に美味しいのよ。で、ここにニラさんをパラパラと。こんばんは、リュウジマダラ。ということで今回はね、サムネ見たらわかると思うけど、こいつ使うわ。丸宮の麻婆豆腐。俺はね、ママのママとかも、みんな作ってたね、この丸宮の麻婆豆腐。息子がね、至高の麻婆豆腐ってのを出してるんだけども、あれはね、ちょっと本格的な味なのね。この麻婆豆腐ってすっごい家庭的な味になるから、今回ね、麻婆豆腐鍋っていうのをね、ちょっと やりたいと思うわ。これがね、本当に美味しいの。この丸宮の麻婆豆腐の素で作る鍋、これねめちゃくちゃ美味しいから、ちょっとみんなに伝えたい。今回はママに作ってもらいたい料理ランキング第15位、麻婆豆腐鍋作っちゃおうよ。リュウジのバズレシピ。材料、まず丸宮の麻婆豆腐の素ね。言っとくけど、これ案件じゃないからね。勝手に使ってるだけだから。あと、白菜、ニラ、豚バラ。豚ロースとかでもいいわ。なければひき肉とかでもいいんだけども。あと、チキンだけ。あと、木綿豆腐。あと、ニンニク。以上の食材で最高に美味しい鍋を作っていくわよ。じゃあ、丸宮の麻婆豆腐の素で鍋を作る上で何が重要か。ママね、普通になのね。だからね、ちょっとね、元気を出したい。ママに愛情を注いでいきたいの。ママの元気の源をちょっと紹介するわ。これでみんな元気。ママの愛情占い。氷がパンパンに入った。大吉。入らなかったら大凶。とくと見よ。大凶。ママの愛はなかった。でもね、みんな安心しなさい。あなたたちは大吉。なんでかっていうと、こんなに美味しい鍋の簡単な作り方、今から教えちゃうから。大吉に決まったの。ママは氷を無駄にしない。SDGs ママだから。ママの元気の源はブラックニッカルだ。うぃー、炭酸注いでいくね。ということで、ママに愛情を注いで乾杯。あー、うめぇ。こっからだんだん元気が出てくるから、元気を出してやっていくわよ。じゃあもうね、白菜、今回ね、白菜でやってるけど、これね、チンゲン菜とかでも美味しいのよね。手に入りやすいから今回は白菜でやるけども、チンゲン菜使っても美味しいわ。じゃあ白菜をちょっと叩いて、平たくして、そしてまあこうやってこう薄く削ぐように。そうするとね、鍋物にね、すごく適した白菜になる。この断面が大きいとね、この水分がね出やすいから、よく見えるようになるのよ。で、こっちも同様に叩いて、どんなお鍋でもこの切り方すごい合うから、やってみてちょうだい。今度このニラ、大体これぐらいので、長さもね揃えておくと持った時も切れるから、だからちょっと いい感じの鍋っぽく。これね、椎茸ね、見ててよ、軸、やってこんな感じでもうスライスしてちょうだい。で、茎の部分ね、軸の部分はこうやってスライスしたら、これもう美味しくいただけるから。で、椎茸がもしなければ他のキノコでも全然大丈夫よ。もうしめじとかね、舞茸とかも好きなの入れちゃって、まあ、ママはね今回ね椎茸使ってるけど、まあ、椎茸すごく合うから、だからお好きなキノコ 100g を入れてあげてください。今回豚肉でやってるんだけど、それこそ海鮮とかね入れてもらっても全然美味しいの。あとね、お茄子とかね、麻婆だからね、お茄子とかも合うからね。はい、干したら豚肉なんだけど、まあ大体3、4センチ幅に切ってあげちょうだい。はい、具材を切り終わったらもう難しいことなの。もうフライパン用意してちょうだい。バラ肉ね、これフライパンね、まだ火つけないでいいのよ。で、今回はフライパンでやっちゃう鍋だから、フライパンでやるなと。別に普通に土鍋でもいいんだけど、土鍋だとね、ちょっとね、お肉を炒めるのがねちょっとだるいのよね。軽くね、下味の塩コショウ振ってちょうだい。そう、ニンニク、ニンニクはね、むいといてちょうだい。これね、ここにニンニクおろし入れる。息子はね、至高のチゲっていうのを作った時に、おろしニンニクとごま油をね、あらかじめこの豚バラに絡ませてから炒めて鍋を作ると美味しいっていうのを、ね、提唱してるのね。豚バラにね、ごま油とね、ニンニクのコーティングがされてね、香り高くなるので、こいつをよくね絡ませちゃう。おろしニンニクとかも全部あえちゃう。これまだ火ついてないから、ね、あえた後にこれを炒めていく。これやるとね、すっごくね香りが高くて美味しい豚ちゃんになっちゃうね。これで火をつける。この時のね、火加減はね、強めの中火で全然平気だからね。
ひき肉とかでもねできなくはないんだけど、とにかくこの炒めの工程はねやってあの欲しいわね。やっぱ鍋といったらママはねひき肉じゃなくてもこの、あの豚バラとかそういう、まあ、一枚肉使っていただいた方がママは好きかな。いい香りがしてくるのこれ、匂い嗅ぎながら、あママに愛情を注いでいく。まあね、麻婆豆腐鍋はね丸美屋さんの公式でも推してるみたいなんだけど、ママの作り方はねちょっとね普通の作り方です。で、これを寄せて、ママはね、アクアスタイルって浄水から取ってるから、お鍋とかもね、ちょっと浄水でやるとかなりクリーンな味になるから、やるときは浄水をおすすめしてるけど、ないとはないでも平気ね。 650cc、 ここで丸みを守る。これ2袋あんだけど、これ全部入れちゃうのよ。全部入れちゃう。だからね、一箱が鍋の素1個になるっていうような感じで考えてくればいい。赤い袋を入れたらね、あの1回沸かしてちょうだいね。これでその間にとろみの素を作っていく。でここにお水を大さじ2とお酒を大さじ2。はい、水で酒、お酒がね入るとねコクと香りが増すからね。これ作る鍋がうまいのよ。スープがだん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 沸いてくるから、そしたらここにとろみの素を混ぜて入れてね。はいはい、入れました。はい、もうとろとろになります。混ぜてもらってね。あー、いいわね。もうとろみがついてきた。もうこのとろみがねこの鍋の最大の特徴なのね。おいしいのこれが。でとろみがついてきたら、今度はねお野菜とか入れていくよ。でまず白菜、チンゲン菜でもいいわよ。キャベツとかでも美味しい。であとこっちにシイ、お好きなキノコで大丈夫。豆腐ね、ママはねあの手の上で切っちゃうけど、心配な方はまな板上で切ってもらっても構いません。はい、こんな感じね。ママここにポテンと、ポテン、はい、豆腐の切り方はねお好みなんだけども、ちょっとちっちゃめに今回してみた。これとろみのついた鍋が本当に美味しいのよ。そしたらねこの状態でお野菜が煮えるまで5分から10分、まあ、10分ぐらいかな。10分ねこのまま煮ていくわよ。で煮ていく間にママのお悩み相談コーナー行きたいと思うわよ。じゃあ今日の質問コーナー行くわよ。リュウジさんの生み出すレシピの源というか、どういった料理生活を得て発想されたのかを知りたいです。私は子供の頃そうめんが大好きですが、つゆに飽きてトマトを入れたりドレッシングを混ぜたり、鍋を出すの面倒でフライパンで茹でたりといった形でこれっていうのがなくなってしまい、友達や家族に出すと美味しいけどなんでやってみたってよく言われてしまいます。褒められているのか。ああなるほどですね。ほとんど質問者さんと同じだけどね。食材って牛肉とかの調理方法で一番美味しいのはママステーキだと思ったよね。ステーキ好きだから。かと言いつつステーキ以外も食べるのね。なんで一番美味しいものがステーキなのに、すき焼きだったりとか焼肉だったりとかしゃぶしゃぶだったりとかっていうのでご飯を食べるかって言ったら、やっぱりね違う味も楽しみたいから。ステーキだって毎日食べてたら飽きる。だから同じ食材でも違うアプローチができたら毎日毎日違う味が楽しめて生活が豊かになる。そしてそれをレシピとして公開するとみんなが作ってくれてレシピの味が知れて、それが毎日が楽しくなる。3食食べる時に幸せだったら人生幸せに決まってるじゃない。だからママは毎日毎日違う味付けで、これこうやったらもっと美味しいかな、こうやったらもうちょっと違う味になるかなっていうのを毎回毎回考えてるわけね。それが行動原理になって、あとは冷蔵庫の中でねこういう撮影とかするとね余るのよ。でそれを使って何をできるかってすごい考えて、じゃあこれでレシピ作ろうっていう風にやっていくと、ママはね毎日が楽しい。本当に楽しみをみんなにも分けてあげたいなと思うのがママの生きる道というかね、ちょっとあのいい話になっちゃったという感じです。質問ありがとう。10分ぐらい煮ました。もうねとろみがついてるからそんなにガンガン煮なくても味ついてます。でここにニラさんをパラパラと、ニラは煮えるのすごい早いから。でここに黒胡椒とね、ちょっとパンチ効かせます。ラーメン、ほら麻婆豆腐の素使ってあっという間できちゃったよ。これで最高の美味しい麻婆豆腐完成。いただきます。これね、ほとんどの味付けがこの麻婆豆腐元の味なんだけどね、これがね美味しいの。とろみがねついてるからあんまりね煮なくても味がね具材に乗るのよ。
息子に食べさせる前にね、ママが味見する。もうこれ、あ、最高、バッカうまい。麻婆豆腐元のこのとろみがいいのよね。短時間の煮込みなのにね、うん、味ついてる。飲んでみるとやっぱり慣れ親しんだ丸めの麻婆豆腐の味なんだけども、ちょっとね、高級感さえ出てるわね。これもっと早い人がいいわこれ。ママポイントはね、やっぱね、あのニンニクとごま油を絡ませたこの豚肉ね、これがね、すっごいいい仕事してくれるの。絶対的にみんな好きよ、ママ編カンフージェネレーション。ホワジャオね、やっぱね、麻婆豆腐の香りがあるから、これね、ちょっとね、ホワジャオの香り少し乗せても美味しいんじゃないかしら。うん、うまっ。これはやばい、僕ちょっとやばいかもしんない。ホワジャオの香りがあると本格的な麻婆豆腐に近づいて、うまい。みんなに食べてもらおうかな。息子たち、ごはんよ。乾杯。はいはい、はい、いただきます。いただきます。あ、うん、めっちゃ美味しい、うん、うまいなこれ、うん、とろみついてね。とろみをつける鍋ってそんなないな、ね、まあ確かに、うん、たまるな、うん、この時期最高だ、うんうん、麻婆豆腐感があんまない、こういう鍋つゆみたい、うん、あーそうね。キノコ類はね、多分入れた方がいい、うんうん、肉はね、まあ豚でもまあひき肉でも、ひき肉だと麻婆寄りになるんだけど、うんうん、まあまあ鍋として食べるんだったら1枚肉、うん、やってもらっていいかな、うん、これをね、全部具材取って、うん、ラーメンね、うん、ラーメン、ね、うん、うまそう。中華そば、茹でてきたんだよ。どうおぉ、めっちゃうまそうだな。マジでこれはね、あの雑炊とかでも、まあ、うまいっちゃうまいんだけど、とろみあるから麺いい、ね、そう、とろみがあるからね、麺がいいの。ちょっとあんかけ感も、そう、あのちょっとね、確かに中華っぽいような、もういけますよ。絡んでる、いただきます。うん、うまくね。あー、めっちゃうまい。うまい、うん、これこれこれ、うまい、まあ、うまい。締めの麺やってほしいわね、これ。これマストじゃない、これこれは。あー、これやってよかったな、これ、うん、これはうまい。締めがうまい鍋ランキングの上位、上位だ、うん、かなり上位これ。焼きそば麺ってぼちゃっと入れて、うん、あのちょっとやってもいいんだけど、まあ今回は普通に中華麺言うとだから、うん、なんか余裕あればね、片焼きそばみたいにして、あー、なるほど。確かに焼きそばとかだったら一回ジュワッと焼いて、うん、でそっから後でかけてもいい、あー、うん、全然案件じゃないんだよ、びっくりでしょ。全然頼まれてもないのに、勝手に勝手に勝手にプロモーションです。ということで、これを見ていただいた方、丸美屋の麻婆豆腐作っていただいて、丸美屋さんはお仕事ください。じゃあ終わりです。